んにちは。今日は久しぶりにマスキングテープをマステ帳に貼る動画を撮ってみたいと思います。最近は編み物ばっかりになっていたので、私のマスちょっとね、コメント欄にマステの紹介もしてくださいってあったので、ああそうだ、MT のマステも最近ちょっとマステ帳に貼ってなかったなと思って、マステ帳に貼ってみたいと思います。ちょっとねガサガサ言ったりするかもしれませんが、その辺はちょっとご勘弁ください。ちょっと私ね、ここのラベルの部分は別に剥がして、ちょっとよいしょしょしょ、タイトルを、書いているんです。いつもねここで作業をしてるんですけれども、実は私のロフトベッドの下です。これはパッチワークっていう名前の柄です。なんかね、もう今までの動画でいろいろご紹介しているので、もう新しいものだけいきたいと思います。最近はちょっとお裾分けファイルを作ってないんですけれども、最後に作ったのがまだ未完成でこれです。こんな感じ、マグネットホックで、素材は全部100均のものを使用しています。もうほんとこれね、ちょっと失敗作で、お見せするものほどのものではないんですけれども、こういうところはね、ちょっと蛇腹になっていて、じゃなんか声がちっちゃくなってきてますけど、蛇腹にしてカードホルダーにしたりとか、これねちょっと設計ミスで自分用にしたいと思っています。いつもお裾分けファイルを作ってお裾分けするときに、こういうフラワータグにマステを巻いてお裾分けしてますとか、こういう100均のトランプですね、お裾分けする準備は進んでるんですけれども、なかなか本体が最近作ってなかったので待機している状態です。でね、マステもね最近ちょっと買ってなかったんですけれども、ちょうどクレヨンとかね、のシリーズを購入したぐらいで買ってないんですけれども、早速なので行きたいと思います。なんか貼ってて楽しい動画になるのかちょっと心配なんですけれども、開け方が雑ですいません。なんかね、リピ買いしてるマステもあるんですけれども、今日はちょっとひたすらマステをマステ状に貼っていきたいと思います。
な感じ。パッチワークも可愛いですね。うんうん、可愛い。実はここ私の作業場なんですけれども、ロフトベッドの下なんですよ。ちょっと背の高いロフトベッドを使っていて、そこの下を作業場所にしてます。でね、編み物はどこでもできるんですけど、買い物を扱うときは本当はこっち側にはたくさんいろんな材料がありますちょっとね、手に湿疹ができてしまって、あまりにもお見苦しかったので、日よけの手袋をはめさせていただいてます。あ、なんか久しぶりまして、楽しいです。見てる方はどうか分かりませんけど、これなんだったっけ、私が使ってるマステはほとんどもう MT なものですね。こんな感じ、かわいい。またね、だけファイルも作っていきたいなと思います。これは花、ちょっとね、ちょっとちっちゃいのから、なんか緊張します。ベリベリすいません。なんかこういう作業するときって私も黙々と作業をするので、ちょっとね、もうなんかもうお裾分けファイルにすっごいハマってたんですけれども、ちょっと時間が経ったら今度はなんか編み物の方に集中してしまって、これは夏野菜っていう名前のマステです。私の大好きなキュウリがある。今すごいモロキュウにハマってて、キュウリ大好きです。もうボリボリ食べてます。なんかね、ちょっと前まではね、夏も暑いなって言ってましたけれども、これは持ってる、もうすぐ涼しくなってきましたね。これはおはじき、かわいいですよね。なんかちょっと前までは早くね、寒くならないかなって思ってたんですけど、いざなんかだんだん季節が変わっていくってなってくると、ちょっと寂しい気もしますね。
皆さんはどうやってマスキングテープの収納をされてますか？私はこういう100均のボックスに収納してます。ね、あの湿気が来ないようにね、大切に管理をしたいですよね。これは木って書いてありました。ちょっと木目調ですね。まあ案外薄いな、これ薄いですね。あ、透かしてみると薄いですけど、実際貼ってみると、私がよく使っているあのセリアさんとかダイソーさんで売られてるあのリメイクシートみたいな感じですね。リメイクシートをものすごくよく使います。これモザイクグレイッシュ、音がうるさくてちょっと申し訳ないですけど、こんな感じです。なんかこれからの季節に素敵なマステこれはブロックっていう名前のマステです。ちょっと開封しちゃいます。こんな感じです。あ、これも可愛いな。もうほんと急に秋めいてきました。秋は好きですけど、なんかちょっと寂しくもなりますよね。これ開けてみようかな。スマイルのイエロこれね、すごく欲しかったんです。ちょっとこっちはなかったことにして
服可愛くないですか。これ可愛いですよね。これも貼ります。なんか笑顔が出てきますっていう感じの、マステです。こっちにしよう。開けるとこまでね、カメラを真ん前で開けなくてもいいですね。これ蝶々のイエロー。黄色ってやっぱりなんか元気が出る色ですね。並べて、まだね、お裾分けファイルの交換便を私は今度送る方になってるんですけれども、ちょっと実はね、あの北海道地震があってありましたよね。すごいちょっと大変な状態になっているので、あの落ち着いてからちょっと私の、ね、あの防災グッズの中でちょっと必要なものを、ちょっとその方があの北海道の出身ではないんですけれども、ご実家が北海道の 方で、あの荷物が送れないっておっしゃってまして、ちょっと、ね、私も熊本地震で被災した経験があるので、避難グッズの中からちょっと送れるようになったらね、送れるものを早急に送りたいなと思ってスタンバイしているところなんですけれど、まだね、ちょっと今の段階ではあの物資が送れないみたいなんですよね。もうちょっとしたら送れるようになると思うので、ちょっと必要な足りないものをね、ちょっと送ってあげようと思っています。なんか今日ちょっとニュースを見てたら、だいたい停電は解消されたということなので、あとはね、あのまたメールしますっていうふうにおっしゃってましたけれども、ちょっとそれを待っている状態です。なかなかね、九州から多分ね、今時間の流れによって必要なものとそうでなくなるものっていうのがだんだん違ってくると思うんですよね。思うんですよねというか、だったので、本当停電している時はあの乾電池だったりそういうものの方が良かったですけれども、今日はだいたいほぼなんか停電は解消されたみたいでしたので、今度はね、また別のものを、物流がちょっとどうなってるのか分かんないですけど、とね、私ね思ったんですけど、避難所に私はね行ってたんですよね。だからやっぱあの私の避難グッズ、あのやっぱ地震はねどこで起きるか分かんないので、常に私も心がけてはいるんですけれども、
まあ、地震、台風もそうですけれど、もうね、時間とともに必要なものが違ってくるので、物流の状態がどうなのかなっていうのが今心配をしているところです。でも結構早めに電力が復旧し、電気が復旧したっていうことだったので安心はしています。安心、まあ余震はねもうこれは一回大きな地震が来たらしょうがないですけれども、もう熊本地震の時も半年は地震が、余震がたびたび続きました。私はちょっと熊本に住めなくなっちゃって、福岡の方にその後引っ越しをすることになっちゃいましたけど、これはコラージュっていう名前のマステです。これはちょっとね、素材的にはクラフト紙みたいな感じです。なんか余談になってしまいましたが、本当に大してご紹介するほどではなかったですね。こんな感じと、これは前回も動画で撮ってましたので、夏野菜におはじき、おはじきかわいい、よく見ると本当にかわいいです。と木、木目調のですね、あとブロックと、スマイルのイエローと蝶々のイエローで、縦縞のブルーと紫、それとこれが花、ちょっと太いマステですけれども、綺麗、綺麗です。でこれがコラージュ、ということで、まだ未開封だった。私本当にね、もう こんだけしか持ってないんですよ、まだね。でもじゃんじゃん使っていこうと思います。なんかこんな動画で良かったのかどうか分かりませんが、ちょっと余談も入ってしまいましたけれども、またね、お裾分けファイルも作りたいと思ってますので、これはちょっと失敗作としてちょっと撮ってます。これからもマステ、 MT のマステでも楽しんでいきたいと思いますので、頑張って作ります。私のマステ帳、結構これはバインダー式なので、でもだいぶ結構増えてきましたね。そんな感じで今日のマステ紹介は終わりにしたいと思います。こんなマステ紹介で良かったのかどうか分かりませんが、こんな感じで
ね、マステも見るとついつい買っちゃいますけれど、こんな感じでした。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。